いいよ、僕はいつでも行ける。さあ皆さんこんにちは。今回はカーズの最新作カーズクロスロードにご出演中のライトニングマックインさんに特別にインタビューさせていただくことになりました。ライトニングマックインさん、どうもお忙しい中ありがとうございます。ありがとう。今回のカーズクロスロードですが、前回のカーズ2から約6年ぶりの新作となりますが、今回のストーリーを少しだけ教えていただけますか？覚悟はいい？マックインが帰ってきた。ほら見てくれ。あ、はい、何でしょう。ねえねえ、薬用バンパークリームだったらラスティーズがやっぱりナンバーワンだよね。よく存じ上げてはいないのですが、そうなんですね。フィルモアのオーガニック燃料は世界一だ。パワーたっぷりなのに環境に優しいんだよね。あ、わかりました。マックインさん、役に入られててずっと演技されてるんですね。さあアクセルを吹かそう。よろしくお願いします。うわー、おい、なんだよ。どうされました？ふう、集中するんだ。よく見てて、こうやってやるんだぞ。左見て、右見て。よし、車は来てないね。ちょっとこの車おかしくない？お酒でも飲んでんじゃないの？君のガレージ大好き。いや、ここ普通に部屋ですから。最高！ありがとうございます。ああ。ところでマックインさん、カーズの魅力って何でしょうか？スピードと空気力学の精密機械さ。そう、僕は速い。ああ、マックインさんご自身のことですよね。よくわかりましたでしょ。すごい、すごいじゃないか。すごい、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 すごい。みんな大喜びだ。わーい、わーい。私は怒ってます。真面目にお話を伺いたいのですが。やったー、もういいです。最後に視聴者の皆さんに何か一言ございますか？さあいつでも来い、ピストンカップカチャウ。ようやくまとまった言ってくれたな。はい、以上カーズクロスロードの公開を控えたライトニングマックインさんでございました。ありがとうございました。ちょっと、ふぅふぅ、あー